はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作だだら団兵衛、その第5回第4章続きから。やがて光政の促すままに八郎太は当夜の事件を話し出した。3月3日の夜、宴終わって後八郎太は3、4人の連れと外へ出たが、小番町のあたりまで来た時、ふと忘れ物をしたことに気がついたので、そこから一人で立ち戻った。急いで戻ってくる別荘の横でひょいっと生垣を乗り越えて、屋敷の中から忍び出てきたやつがある。誰だと叫ぶと、パッと身を翻して逃げ去ったが、覆面の間にちらりと見た顔は、確かに半年ほど前、不行跡のことあって藩を追われた柿内彦六というものである。何かあったのと思ったので、庭先から入り、主人の居間の縁先へ駆けつけると、開け放した障子の中に主命が倒れている。驚いて駆け上がり、抱き起こして、柳川内と呼ぶと、顔を上げた主命が憤怒の形相をすさまじくうめくように、八郎太と言った。不意打ちにやられたので、今見る八郎太を相手と思い誤ったらしい。驚いた八郎太が、違う、私は今ここへ。言いかけるのを構わず、必死になって、誰かもいる、八郎太がともがく。そばに血まみれの刀が落ちているから、つと手を伸ばしてみると、シュメの差し両だ。油断を狙ってシュメの刀で切ったものに違いない。シュメはあくまで下手人は自分と誤り信じている。せめて刀が殺害者のものででもあったら、自分の潔白を証拠立てる万一の余姿ともなったろうに。酔いの口論といい、一人途中から引き返したことも知られていれば、もはやこれは言い解くすべのない罠だ。八郎太はそう感じた。これは一時身を隠し、確かにキャツと睨んだ柿内彦六を探し出すより致し方がない。そう決心すると、すぐに屋敷へ飛んで帰り、書状を添えて妻子を団兵衛に頼み、自分は国を立ち退いたのである。かくて苦心点々三月、ようやく彦六の居所を突き止めた折、折もよし柳川三十郎が自分を敵と狙って探し回っていたのにあった。膝を交えて司祭に聞くと、その時主命の愛憎する菊一文字の一腰が盗まれていたことを初めて知った。それこそ何よりの証拠と弱訳して三十郎を伴い、彦六の隠れ家へ乗り込むと、案の定こしらえを変えてその刀を持っていた。そこで八郎太が貢献の上、三十郎は見事彦六を撃って、ともどもめでたく帰国したのである。そうか、そんな事情であったか。聞き終わった団兵衛もあまりに不思議な事件の行く立てに、ほっと吐息を漏らした。団兵衛、光政がニコニコ笑いながら、その方よく八郎太の家族をかくまってくれたな。もしその方が世の達しを素直に聞いてかくまいおることを届け出たなら、世は吉なき過ちをいたすところであった。礼を申すぞ。したがと少し皮肉な調子になって、日頃あれほど仲の悪かったその方がどうして重罰を恐れず、あくまでかくまい通したのか。団兵衛は平伏して、あ、恐れながら私は八郎太を無二の親友と存じおります。ただと八郎太を顧みて、お役向きのことについては私ども両人ともはばからず思うところを申し述べますので、
衝突いたすもまた当然のことと存じます。元来心の底まで知り合った友ならでは喧嘩も口論もないはずでござりましょう、と答えた。八郎太はどうじゃ、と三つ正が聞く。あ、気球の場合休んじて妻子を預けましたことにてご検察を願いまする。深く二度三度うなずいた三つ正は、あっぱれ、これこそ武士の交わりじゃ、感じ入ったぞ。そこで段兵衛には何か褒美を取らせたい。望みのものがあらば申せ。恐れながら望みのものござります。段兵衛が平伏して言った。八郎太の家族をかくまい、あくまでお上を偽り奉った罪にて、何とぞ切腹を申しつけられたく、この儀望みにござります。いや、それはならぬ。すでに八郎太の罪ならぬことも分かったではないか。しかし、と段兵衛は三つ正の言葉を遮った。しかし一旦お上を欺き奉った罪は消えませぬ。これを万一お許しあれば、国の掟の乱るるは必定。ぜひ切腹をお申しつけくだされ。まあ待て、いや待ちません、ぜひ。頑として聞かぬ。ではどうあっても腹切るというか。お手打ちとなるはずにて、つを立ち退いてまいった私、この度のことも初めより覚悟あってのことにござります。もはや乙女だて無用。きっぱりと言い放った。三十郎も八郎太もこのいさかいばかりは手が出せない。三つ正はしばらく段兵衛を見守っていたが、てこでも動かぬ決心がよくわかったので、やがて胸の内に何かうなずきながら急に声を荒げていった。よし、それほどに申すなら何も言わぬ。しかし腹切るまでもなく、約束通り今改めて余が手打ちにいたす。庭へで、ありがたき幸せ。答えるより早くすっと立って庭へ降りた。段兵衛が芝生の上へ淡然と座ると、三つ正は灰戸を抜いてつっと背後へ回った。覚悟はよいか、と声をかけると、段兵衛は静かに、お刀をけがし恐れ入ります、と言って首を差し伸べた。途端に三つ正の灰刀が空を切る。やっ、声とともに段兵衛の元取りがバラリと切れて飛んだ。驚く段兵衛には目もくれず、死骸を取り片付けろ、そう言い捨てて三つ正はさっさと奥へ立ち去ってしまった。小金200両を、お肌つき白むく一重ね、それだけが段兵衛への下され物であった。屋敷へ下がると創業に改め、直ちに岡山を立ち退いて段兵衛は津へ帰った。そして暴君高虎公の墓守りとして一生を終わったという。山賊オロチ岳闇右衛門こと薬老は岡山に残って足軽に召し上げられ、長く繁盛をしたと伝えられている。山本周五郎作、だだら段兵衛、全文読み切り、書室キング昭和7年5月号より、朗読全5回完了、2020年11月3日。